学長はお花好きなんですね。うん。女子のように花は綺麗であり、そして女子と違って花は裏切らぬ。なんだかすごいお話ですね。学長！おお、伏川の娘じゃな。また花が欲しいのか？今回は違うのじゃ、交渉なのじゃ。はて、交渉とんな。実は、こなたの期末考査、51位だったのじゃ。ああ、それは仕方ないの。51位じゃし、あとちょっとの差ではないか。何が言いたいのかの？寄付金は親が出すゆえ、こなたをエースにとどまらせてくれ。なあ、小娘よ。金で成績は変えない。そういうルール忘れたかの？でも、これとは牛川の娘であり。牛川でもクッキーでも関係ないわい。お前は結果を出せなかった。それだけじゃ。みっともないのじゃ、そんなの。こなたが、好奇で華麗で流麗なこなたが、F 組なんかに落ちるとは。こなたが、こなたが。こちら。期待しても、引き止めるわけがないわい。やれやれ、甘やかされすぎじゃの。こなたが落ちぶれるなど。くそー、義経たちのことを完全に失念していたわ。読み間違えて余裕ぶってたこなた自身が許せぬが、それもこれも。来た来た、お前がさっさと出自受けんからじゃ。うるさいうるさい、こなたの身の上どうしてくれる。しかもよりによって F じゃぞ。ああ、落ちぶれたとはこのことよ。で、お前はどう落とし前つけるんじゃ。こなたが落ちたのはお前のせいじゃ。違うのじゃ、お前が、その、お前が、試験中ずっとお前を考えていたなんて言えな。キー！もうよいわ！気安く触るでないわ！もう、当たり前じゃ！こなたは上で輝いてこそよ。本当じゃな。快適じゃぞ。不愉快な思いはさせるでないぞ。ふにゃー！貴様！いきなり何をするか！見させてやるのじゃぞ。ということで、ニエスから来た伏川心だ。みんな仲良くな。ふん。こなたにペコペコせよというのか。しかし、お前の案、こなたが我慢してばっかりではないか。断る。こなたはこなた、
お前の指図は受けぬ。確かに最初が肝心じゃん。舐められたくはない。あとな、直江、お前コナタを侮りすぎじゃ。お前にそこまでナビされなくてもコナタは友達をホイホイ作れるわ。まあコナタの手並みを見せてやるわ。言うたであろう、コナタは高貴な特権階級に友達がいっぱいいるのじゃ。嘘なわけなかろう。見てろ、イフで友達を作ってお前を驚かすのじゃ。うむ、ま、イフ組も思ったより小綺麗にまとまっておるな。おい、お前たちに言ってるのじゃ。コナタが仲良くなってやろうではないか。何の話をしているか聞かせてみ。ごめん。別にそんな高圧的なあんたと友達になりたくないんで。なんじゃと？コナタは不死川じゃぞ。いえ、関係ないじゃん。ふん、先見性がないやつめ。誰か、コナタは不死川心。コナタと友達になりたいやつ手を挙げい。いい目を見られること受け合いじゃぞ。やっほっほ。なぜいないのじゃ。だってさ、お前に散々威張られた挙句、なんかあっさり見捨てられそう。一言で言うと人望がないんだ、お前には。クキとの違いがそこにある。私、手を挙げてあげたいのですが。いや、ここはガツンと分からせてあげないと。山猿どもが、猿はどこまでも猿か。もう知らないのじゃ。いつもと同じオチだったわね。どいつもこいつも、とりゃー。おっと、何をしやがる。人が利用してんだ。うわー、なんじゃカパか。あいつつ。へへ、獲物を探すの再開だった。なんじゃなんじゃ。コナタは何も悪くないのに、どうしてこうなる。あんなのおかしいのじゃ。嫌なのじゃ。にゃあ。なんじゃ、直江、コナタ笑いに来たのか。貴様、高貴な身分の者は孤独がつきまとうのじゃ。だから一人でも仕方ないのじゃ。一人ではない。こなたには眉住がおる。大和田とも仲良くなったのじゃ。どうじゃ。おるぞ。それはその、げえ、いつの間に。ふざけるな、プライバシーじゃ。女を泣かすな。
もそうは思えないのじゃ。まゆずみみたいな素敵な友達、うん、さーてな、何せコナタの後期選定は厳しいからの。初めから素直じゃ。コナタは高貴な人間じゃ、友達にも求められる格があるわ。友達欲しい。にゃん、帰ってなかったのか。本当か。そうだな。こなたも少しは庶民となじまねば。わかった、ヤマト。お前のサポート受けてやろう。なあ！何するのじゃ！それは今のか！お前はなんか嬉しそうじゃな。今日はどうするのじゃ？誰かを紹介するのじゃろう？おお、実に前向きで楽しい案じゃな。で、どうすればよいのじゃ？味方。一人おるな、心強いのが。自分自身よ。こなたはどこまでも孤高だったのじゃな。兄貴義兄弟のようなものだ。直江くん？うん、義経は大丈夫だけど。兄貴がそう言うなら仕方ない。直江くん、すごいな。どうすれば与一をここまで。じゃあ、今から堤防に行って川で遊ばないか？暑いし、ちょうどいいと思うんだ。今も与一と、あのパキッと割れるアイスを買って帰ろうか、なんて話をしてたし。藤川さんは、それでいいかな？いい歳して川遊びの。まあ、どうしても、と言うなら？考えてやらんでもないわ。義経、お前は頭下げる必要ねえぞ。兄貴、また後でな。与一？冗談じゃねえ。主に気軽に頭を下げさせたなんて姉子に知られたら殺される。